はい、ともです。今回は英語のトレーニングということで、英語のトレですね。これはですね、文法を考えなくても無意識的に英語が出てくる神経を作る方法ということで、神経を作るトレーニングですね。これをやっていこうと思います。これができると、もう文法を考えなくてもサクサク出てくるので、本当に英語がスムーズにパッと話すことができるようになります。瞬発力ができます。ということで、英語のを作るのに避けては通れない瞬発力を着実に作るということで、この瞬発力が大切なんですよね。パッと出るということで、それをやっていこうと思います。まずですね、これグラマーマップっていうのがありまして、これはグラマーマップオリジナルっていうやつなんですけど、僕が英語を教えるときに使ってるやつで、オリジナルはですね、疑問文ができるようにできる仕組みになってます。それでこの赤枠の中が動詞ボックスなんですけれども、サンプル程度にしか入ってないので、あまりにも量が少ないので、これは動詞の練習をご自身で単語帳とかでやってみてください。それで動詞の変化形もありますので、例えばですね、 eat とか、これは現在形が今度過去形になったり、現在完了形になったりするので、それも合わせて覚えていただくといいと思います。それで次のこっちのセクションが主語のセクションになってます。で、さらに左に行くと疑問文にするためのツールがあります。で、さらにもう一個疑問文のツールという感じでそしてこの真ん中の部分はですね、現在進行形を言うことができます。で、現在進行形を使って、be going to もこの中に入ってますので、未来形を表現するときもちょっとここをサクッと使って入れるということもできます。ということで、ぜひこのグラマーマップをダウンロードしてみながら、今からやるトレーニングをやってみてください。それで、どこにグラマーマップが置いてあるかっていうと、詳細欄にリンクを貼っていますので、でそのリンクをクリックすると、英語のテラスの公式サイトに行きます。そこに無料でグラマーマップオリジナルを貼り付けています。それでもう一つグラマーマップ B というのがありまして、それはですね、肯定文とか否定文を作ることができます。でそのグラマーマップ B はどこにあるかというと、英語のトレーニングという今シリーズを作っておりまして、それをですね、リンクに貼っておきますので、ぜひそちらから見てみてください。ということで、まずは日本語を使って説明をしていきます。それで日本語と文法を考えながら説明するんですけど、徐々に日本語をなくしていくと、省いていって、最終的には英語だけで、文法を組み立てることができる、英語とイメージだけで会話をしていくというふうな状態にしていきます。それでですね、まず最初に、これは動詞ボックスだと思ってください。これ suggest って今出てますね。おすすめする感じです。そしてこっちを見ると肯定って書いてますね。肯定文で主語 I で、ここには他にもいろんな主語が you とか he とか she とかあるんですけど、今回ちょっと説明なのでシンプルに I でいこうと思います。それでこのセクションは時制ですね。時制が入るので、でさらにこれが動詞という感じで、普段おすすめするとき何と言えばいいかっていう感じですね。さあ簡単です。これは I suggest という感じですね。さあ続きまして、じゃあもし過去おすすめしたって言いたいときはどう言えばいいかっていうと、この動詞を過去形 suggested というふうにします。 I suggested という感じですね。 I suggested、 これでおすすめしたというふうにして過去形にすることができます。さあ続きまして、ここを普段に戻します。次否定です。否定、 I suggest というやつ、これを否定したいときはどう言えばいいでしょうか。これは I don't suggest という感じです。 I don't suggest、 これが否定の感じですね。さあ続きまして、否定で今度は過去の時はこうでした。普通に I suggested、 私はおすすめしたっていう時 I suggested って言います。それをじゃないって言いたい時、否定の時はどうすればいいでしょう。これは I didn't suggest、 I didn't suggest、 これでおすすめしなかったっていう感じ、否定になりますね。
という感じです。ちょっと次の単語、find、find。なんか面白いやつないですかね。cancel、fix、agree、explain、説明する。explained、agree、fix、cancel、find。find でやってみましょうか。I find。じゃあ、普段。で、肯定。はい。これは簡単なやつですね。I find. 普段、あ、私見つけるよっていう時ですね。I find. さあ、続きまして、過去は何でしょう。見つけたっていう感じです。見つけた。I found. ですね。このポンポンって出てくる時は、過去形、現在完了形のやつですね。で、こっち、過去のところ、見つけたなので、I found というふうになります。続きまして、普段で、はい、否定。普段の時は I find でしたね。なので、否定なので、I 見つけなかったって言いたいとき、見つけなかった、見つけないか、見つけなかったって言ったら過去形になっちゃうので、見つけない。見つけないっていうときは I don't find になります。I don't find。OK、続きまして。否定で過去、こうか。はい、さっきのやつですね。見つけなかったのやつ。さて、何というでしょう。I didn't find。見つけなかったですね。I didn't find。というふうになります。さらにこれをペロッとめくるとですね、今度 ING とかが出てくるわけですよね。ちょっとじゃあやってみましょう。だんだんカードが増えてきましたね。I で今どうなのかって言いたいときは何と言えばいいでしょう。I am finding っていうふうにして ING がここにくっつきます。そして間に I am っていうのが入ります。これはグラマーマップを見ていただけると真ん中の段のところになりますね。現在進行形のやつなので。ということで、じゃあですね、I am finding っていうふうにして肯定文だったので、これをじゃあ否定文にするにはどうすればいいでしょうか。見つけていないよっていう進行形ですよね。今見つけてないよっていう。ということで、I am not finding ですね。I am not finding. I'm not finding. こういう、いつ使うのかわからないんですけど。というふうにして、これで、練習をしていくことができます。さらに、ここからはですね、ニコニコ動画の方で、この今、日本語を使ってるんですけど、これを使わなくっても、英語のままで考えるようにするコツがありますので、それを取り入れながら、徐々に日本語を省いていって、最終的には英語でいろんなものをパパパパッと組み立てるようになるというやつが、まだ実はですね、ここ3つしか出てないですけど、カードは他にもいっぱいあってですね、まあこっちにもあるんですけど、という感じで英語のをサクサクっと作って、で英語がパパッと出てくるようにシリーズで作っていこうと思います。ということで、YouTube の方はここまでです。続きは英語のトレーニングでよろしくお願いします。